今から12年前、我らがヴァンフォーレ甲府はどん底でした。3年連続最下位。最下位、これ以上下はない、あとは上がるしかない、脱出イリュージョンと、まあ、当時 J2 降格なかったんで、救いの手を差し伸べてくれた人がいます。プリンセス天皇。その年から甲府の快進撃が始まりました。プリンセス天皇の名を背中に、最下位脱出、順を落とすことなく上昇を続け、たどり着いた J1 の舞台、そう、プリンセス天皇のイリュージョン、脱出成功したんです。あの苦境から、甲府が苦境を脱出して、また苦境のチームがある。天皇さんはまた他のチームのスポンサーをしたんですね。そのチームの名前がサガン鳥栖。サガン鳥栖もご存知の通り、昨年 J1 昇格を果たすと、昨年は5位、今年は前半戦苦戦し、年間順位こそ現在13位ですが、それでも来年から始まるセカンドステージとして解釈すれば、セカンドステージ後半戦現在2位、今週末の試合勝てば勝ち点差1で首位に立つ新潟追い抜いて、後半戦セカンドステージ、まあ、今年はそういう表彰ないですけども、優勝の目もあると、まあ、そういう強豪チームとなっております。それもこれも2002年2003年甲府の背中スポンサーをしてくれた、2004年サガン鳥栖の胸スポンサーをしてくれたプリンセス天皇のおかげだと、くしくも両チームが初めて J1 で同じシーズンを少し過ごし、そう、今年初めてこの2チームが J1 の舞台で戦う日が訪れた。そしてくしくもね、日程クリーン仕事してくれますんで、最終節最後にお互い残留を決めて、そう、今こそプリンセス天皇にお礼を言わなければなりません。というわけで、2013年 J1 第34節最終戦、甲府対サガン、ヴァンフォーレ甲府対サガンとする新たな芸札を作って、プリンセス天皇に対する、天皇様に対するお礼を申し上げたいと思います。では今回もゲートフラッグ作るのに手伝わせてもらいます、延滞です。はい、これが今回ゲートフラッグ作りの、まあ、下絵というかアイデアスケッチですね。ゲートフラッグとしては、真ん中に天皇さん、そして両端に、ヴァンフォーレ甲府とサガン鳥栖のユニフォームデザインをあしらってみたいと思います。ゲーフラにする用の布です。ゲーフラの大きさって結構難しいんで、前回作った上福監督のゲーフラのサイズを参考に、ちょっと縦を伸ばして作ってみたいと思います。はい、布を切りました。うん、適当です。最近お休憩でございます。お気が散るといけないんで、あんまり喋らないんで、たまに撮ってます。うん、下書きはだいたいこんな感じでいけそうです。ここまで来たらもう9割できたようなもんです。うん、ババーン。ではこれから色を塗りたいと思います。はい、おなじみのアクリル絵の具です。なんか布が薄すぎて裏に映っちゃうから、段ボールの上で塗ります。どんどん塗り進めていきます。なんか怖いかな。はい、だいたい絵はこれで完成にします。疲れた、できた。ありがとうございます。というわけで、まあ、今回も延滞さんのご協力というかやっていただいちゃって感謝いたしました。まあ、プリンセス天皇にマジ感謝。まあ、十何年感謝し通しですけども、ついにプリンセス天皇に導かれて、ヴァンフォーレ甲府もサガン鳥栖もここまで来ました。最後の締めくくり、順位は本当は鳥栖が13位、甲府が15位、確定しちゃってるけれども、まあ、最後にね、エキシビションみたいなもんですけど天皇さんの前で本当はやりたいですね。12月7日はどこだっけ、コセ、山梨中銀スタジアム、コセでサガン鳥栖対ヴァンフォーレ甲府が J1 で戦います。 J1 の舞台とは10年前の人に言っても誰も信じない、もうそんなね、ミラクルをプリンセス天皇様のおかげで両チーム達成することができた。本当歴史ですね。歴史ですね。はい、というわけで、見かけた方はぜひ声かけてください。それじゃじゃあねー。